はい、手巻きタバコの紙巻きレビュー、今回はこちらです。マクバーレンの付属ペーパー、厚さが、普通ね、まあ普通っていうか、まあ極薄ではない、全く普通の普通ペーパー、まあこれは付属ペーパーなんで、おそらく販売はしてないと思います。ピュアの、スリムフィルターと、チェのシルバーですっていきましょう。やっぱあれだな、極薄のやついろいろ吸ってるとこれ熱いなって思うね。ものすごい厚さが全然違う。吸っていきます。まあ、いわゆる紙巻きタバコの、ね、ペーパーと一緒なんで、まあ、かなり、煙の量が、半端ない。煙の量が半端ないですね。あと、灰の量もね。まあでもこんなもんですよ。うん。まあそれ以外は特にね、変な味するやつとかもたまにあるけど、これは問題ないですね。うん。まあ薄けりゃいいっていうもんでもないんで。薄ければ薄いほどね、巻き紙はいいとかって、そういうもんでもないですからね。まあ結局のところ、なんだ、燃焼速度も多分これ早いんで。でも、紙巻きタバコ、で、言ったところ普通のね、ペーパーですからね。紙巻きタバコを吸ってる人だったら、これぐらい普通でしょって、いう、なりますよね。うん。うん。納豆の香りとかするわけでもないんで、これは問題ないな。うん。まあ、付属ペーパーなんてこんなもんですよ。うん。稀に外れがありますけど、ねえ、このマクバーレンのペーパーは全然、まずくはない。うん、普通ですね。これは、三つ星。ご視聴ありがとうございました。